シュートフォームを身につけるまず一つの方法なんですけど、まずは自分がイメージしている NBA のシューターであるとか、自分の先輩とか、まあ、それをスマホで動画で撮ってみたりとかさせていただいて、とにかく動画でイメージを作って、ボールをもらう前からもらってボールを引きつけて足をミートして、でリングの方向に向いて、その状況からスナップしてシュートを打つ、入るところまでのイメージ、それをイメージしながら何度かやってみる、ボールをもらうそこの瞬間から手を出している、まあ、もっと言えばキャッチボイスを出す、はい、ボールが来たところからミートしてリング方向に正対するからシュート入ったというところまでをゆっくり正確に、できれば、スムーズに、よりスムーズに流れるような形でパンパンとシュート練習をしていくことから始めると、ボールを持った負荷がかかって、初心者の場合は思ったより重たいなということで、持った時にちょっと後ろへ下げる癖がついてしまったりとか、ボールを一旦こう回す癖がついてしまったりとかいうことが見受けられることが多いので、まずは、エアーで練習をして、で今度はボールを自分で来た、空中で来たっていうところから打つ状態まで、もしくは打つところまでというふうに、いいイメージができてから次の段階へ入っていく練習をお勧めします。あとシュートの確率を上げていく方法なんですが、フープドリームズでは5シュートと言っています。まず普通にフリースローぐらいの距離、もしくはもっと近いゴール下の距離でもいいんですけど、ボールを、まあ、普通のシュートモーションで確実に綺麗な、こう綺麗なシュートモーションで入れる。シュートモーションについてはいろいろあるので、まあここでは自分のいいイメージでということで置いておきます。もらい方をどうする、上げていくタイミングということはまた動画の方を、確認いただければと思います。